石狩市環境課の多田です。犬の飼い主には飼い犬の登録と年1回狂犬病予防注射を受けさせることが狂犬病予防法で義務付けられています。屋内で飼っている場合でも登録と注射の義務はありますので、必ずするようにお願いします。元気食欲はありますか？あります、ね、はい、はい、ちょっと頭だけちょっと押さえて、あ、はい、首どこにしますか？よいしょ、はい、はい、はい、OK です。あ、はい、どうも、すみません。よしよしよし、また、ありがとうございます、はい、お尻にします。その方がいいかもしれない。抱くして抱くして、ダメだってみっちゃん、怖いな、かもしれない。はい、終わりました。もう分かんない。僕の注射する時だけ、まあ、で痛いとかなんかっていうのがないので、ね、みんな安心して来てくれればいいなと思いますけどね、とにかく今は、ね、狂犬病は発生してませんけども、これが発生して蔓延した場合にはもう人にも影響あるんで、その点はやっぱり畜生の、責任のもとに打った方がいいと思いますね、はい、うん、やっぱりやらなきゃいけないですからね。やっぱり人に、ね、噛んじゃったりしたら、やっぱりそういうのをいろいろね、迷惑かけるようなことがあっちゃいけないんで、その辺はやっぱりみんな受けた方がいいと思います、はい、あ、もうこれで今年1年また安心ということで皆さんにもお勧めします。他の人に迷惑かかんないようにまず人としてね、できることはやっとかないと安心ですよね、はい、まあ、安心して散歩できますので、はい。狂犬病予防注射は毎年市内各所で実施している集合注射会場や市内の動物病院で実施してください。また石狩市外の動物病院で狂犬病予防注射を接種した場合は、病院から発行される書類を石狩市役所環境課の窓口まで提出し、注射済み票の交付を受けてください。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。